レコードにラジカセ、ポケベルにテレホンカード、昭和・平成のあんなことやこんなことを翔平さんと名付け、 Z 世代女子 Z ちゃんがその魅力を体験。懐かしいけど新しい Z ちゃんと翔平さん。浩平さんとお届けする今回のテーマはあれだよ。で、僕が呼ばれたってことはですよね。あれですか、絶滅危惧種を探せ第3弾です。あの、本当あれしか僕やらないですか。絶滅間近のアイテム、その名も絶滅危惧種を探すガチンコ企画。これまで懐かしのハエ取り紙や食卓カバー、さらに玉のれんなんかを探したんだ。前回はこれまたどの家にもあったいちごスプーンとペナントを捜索。門司港などで探したけど2つとも発見できなかったんだよね。実際に売っているところから買ってきました。本物。こちらが前回探し求めたいちごスプーン。昭和35年いちごを潰すために誕生、瞬く間に大ヒットしたんだ。ちなみに売っていたのは食卓カバーも発見した新店長にある豊勝さん。今でもたまに買いに来る人はいるから置いてるんだって。さくちゃん初めて。初めてです。いちごの形だ。これそうよ、後ろがあるんだ。ちょっと、ね、平らになってるんですよね、こうやってね、外側がね。せっかくなので体験。でもいちごのシーズンは終わってるので冷凍いちごで我慢してね。放送の時はシーズン。これに砂糖。砂糖かけるんですか。そう、昔はちょっとね、そんなね甘くなかったから砂糖をかけて、はい、そしてこうやって潰す。わあ、なんかいちご潰したの初めて。ねって潰しやすいでしょ、それがいちごスプーン。どう、あ、酸っぱくない。あ、なんか練乳かけたみたい。砂糖のかけて甘くなるでしょ。うん、なんとも言えないですね。砂糖の甘みってまた美味しいじゃないですか、ちょっとガリッとするような、その懐かしさはありますよね。さらに牛乳を入れいちごを潰していちごミルクで食べるのも定番だったよね。そしてもう一つ発見できなかった絶滅危惧グッズ、ペナントだけど、これも放送後に視聴者の皆さんから写真や情報が送られてきたんだよ。放送後にすごっ。やっぱ学校関係です、やっぱね。ですよね。学校、学校、これは東京ヤクルトスワローズって書いてある。ヤクルト優勝した時2015年うん、本当のペナントレースのペナントですよ。でもちょっと見て気づきませんか、あるものが足りないことに。何ですか。本当にみんなが持ってたのって何ですか。あ、いや、観光地、うん、そうそう、送られてきた写真や情報は全部学校スポーツ関連。確かにこれもペナントだけど、みんなのうちにあったのは観光地のもの。というわけで今回探すのは、せーの、じゃじゃタペストリー、観光地のペナント。いや、ないんじゃないんですか。いや、だから送ってこられたのもスポーツ関連だった、うん、本来見たかったのは観光地が見たかったんですよ、僕。僕らはこっちでよかった。ディレクターがどうしても見たかった観光地のペナントを再び捜索しよう。見たことないもんな。今日の見つけるまで終わりませんからね。終わらない。どこ行く。よくこのコーナーでレトロ雑貨のとこ行ってるじゃないですか、勝さん、うんうん、まあ、なかった。あー、あるかも。あるんじゃないですか。じゃあ、あったじゃなくてどっち。いや、あの、いっぱいありすぎて見つけられなかったですけど、もしかしたらあるかもしれないです。だってあそこレトロの宝庫だもん。宝庫でしょ、うん、よし、じゃあそこ行こう。行きましょう。確かにペナントありそうだね。本当にあってほしい。もう常連さんですか。こんにちは。こんにちは。はじめまして。どうもこんにちは。入ってよろしいでしょうか。いつもお世話になっております。いやいやいや、うわー、すごいっすね。こうやって改めて見ると何でもありますよね。ほぼありますね。さくらちゃん、あるね、はい、お父さん、はい、これありますか。
ペナントね。おお。いや、あのね、前ね、富士山と飛騨高山とかがなんかあったんだけど、あったんだけど、だけど、なんかね、ここに貼ってたような気がするから、ね、今なんか、ね、ちょっと待って、ここに貼ってたんだ、ここに2枚貼ってて、あと1枚丸めてどっか置いたのも、最近まで2枚貼ってたそうだけど、ご主人の奥様が店番してる時に売れちゃったんだって。でもまだお店の中にあるかもと捜索。めっちゃ探しましたよこれ。これは、おお、あ、これだ。ちょっとでも阪神甲子園球場や。あ、これは違う。あ、惜しい。これもよくありました。欲しい。これもあった。こちらは夏の甲子園の出場校が乗ったフラッグ。確かにこれは違うよね。ちなみにこの年は九三大九州高校が福岡代表だったよ。さらに店内を30分以上使って探してみたんだけど、ガチ捜索。ない。ないっすか、うん、ごめんなさい、ないね。へこむね。逆にね、ご主人の店にもないものがあったか。レトロの宝庫、かつでは発見できず、残念。あったらしいです、最近まで。お土産屋さんとかで買ってましたよ、ね、うん、お土産屋さんで買ってた。観光地の買うときはですね、太宰府はじゃあ天満宮あたり、偶然にこう、貼りっぱなしだとかね。太宰府行った。太宰府はいいかもしれない。いませんでしたね。いやいや、また何か探し物の時にやってくると思います。この後あったらごめんなさい。ディレクターに電話した、あったけどとか、連絡ください。すいません、一報ください。というわけで太宰府に向かうことに。ご主人ご協力ありがとう。太宰府に来ました。来ましたよ。とりあえずもうお土産屋さん、お土産屋さん探しましょう。ありそうでしょ、こんにちは。こんにちは。ちょっと探し物してまして。これペナントって最近見たことは。この頃は出てません。出て。もともとこない。あ、もともとサンド売ってありました。昔はよく話した時、お店ごとに聞いてもらえないとわからない。店ごと聞いてもらえない。あるかどうか。昔からあるお土産屋さんはかなり少なくなっているという太宰府の参道。それでも探さなきゃいけない2人は合格祈願グッズが揃うお店へ。ここもお土産屋さんですよね。そうですね。ですね。長いんですか、歴史。長いですね、もう100年くらい。私で4代目。なんと店の歴史は100年以上。これは期待できるかも。ちょっとこれ見てほしいんです。大きな時代もないんですけどね。これありました。あ、ありましたよ。ありました。もうかなり前になくなりました。もう今多分ないんじゃないですか。太宰府ではあんまり見かけない。見かけないです。これを探してるんですよ。そうですか。観光地が時たま聞かれます、このペナント。聞かれます。そうなんですね。業者の方がないんです。作ってる業者がない。1個だけ残ってるとかない。ないないない。他の店舗は分かりませんけどね。もう業者も作ってないというペナント。さらに他のお店でも聞いてみたけど、かなりもう作ってないんじゃ、どんなもんでしょうか。みんな一緒だ、言うことが。作ってない。やっぱりペナントはもうないのかな。2人は梅替え餅屋さんで休憩しつつ情報収集。ちょっと食べながら情報を聞きたいんですけど。これですね。もう見えてます。これなんですよ。これなんですよ。うちの主人の部屋にも結婚した頃はあったけど、20年ぐらい前。20年前。今はもうないですね。うっかりお土産品も置いたままっていうようなとこがいいですよね。変わらないお土産屋さんって言ったらやっぱり神社とか。寺じゃないですか。そうですよね。普通の他の観光地って絶対変わっていくじゃないですか、うんうん、とその時のほほんと梅貝餅を頬張っていたさくらちゃんがあることに気がついたんだ。何、どうした、どうした。涅槃像のとことかは、あ、これ、そうです。あ、涅槃像が有名な南蔵院がある笹栗町といえば、笹
笹栗四国とも呼ばれ、古くからお遍路参りが盛んな場所。笹栗まで行くのか、別を探すのか、二人ともどうする？何ぞに行きますか。笹栗。ここは小平さんの決断で笹栗町へ。車で40分ほどかけて移動したよ。近場近ですね。南沿いに来ました。来ましたよ。ちょっとね、雨が降ってますね。今ね、小雨になったんですが、はい、でも歴史もあるしですよね。お土産屋さんもあるし、まずは駅の中のお土産屋さんに聞き込み。だけどこれあったりしますか？ないです。ペナント。こんにちは。早いですよ、もうみんな早いです。これ見てないですか？ペナント。ペナント。これ自体わかんないですよね。ちょっと嫌な空気。さらにこの後まさかの情報を聞くことに。探し物してるんですけど、こういったペナントとか置いてたりとか。あ、ないですね。ないですか？ないですか？ずっと置いたことないですね。置いたことない。置いたことない。あれ？置いたことない。作ったことはないんじゃないかな、笹栗は。笹栗は作ったことはないかも。もともと笹栗のペナントは作られていない。さらにお土産屋さんも、あと店がそこしかないので。もう残すところ、残すところあと一つしかない。やばいやばい。頑張れ。捜索を始めて6時間。前回からトータルで12時間探しているペナント、まだまだ終わらないのかな。もういきなりです、いきなりです。玉屋さん。はい、ありました。玉屋、いや、どうだろう。ないかも。南蔵院入り口にある玉屋さん、まずは撮影交渉から。 TNC の桃地浜ストアなんですけど、すちょっとだけお話伺っていいですか？ちょっと待ってもらっていいですか？はい、ちょっとお尋ねしたいことがありまして。どう、パッと見ろ。ない。いるな。こんにちは、すいません、突然。探し物してまして。はい、もう玉屋さん、もう何年ぐらいこちらで？さあ、ちょっと分かんないんですよね、何年かはっていうのは。もうずっと、もともとここ旅館で、ずっとやってるので。笹栗の中でも超老舗という玉屋さん。なければまた振り出しだよ。よし、聞いてみよう。はい。桜ちゃん。ズバリ、これありますか？おお。おほおほ、どっちのリアクションこれ。おおちょっと、え、マジで待って、待って、あったの？はい。どこ見るんですか？どこで見る？ここじゃないんですか？ちょっと見ていいですか？マジ？手ぬぐいとかはあるんですか？手ぬぐいあるよね。でもご主人、裏に行かれましたよ。ですよね。ちょっと明日ぐらいまで待ってます。いや、待てないですよ。気にしんに奥から話しかけてくるご主人。ペナントはあるの？ないの？どっち？明日まで待てません。待てません、待てません。ダメですかね？はい。ダメ？はい、はい、明日ぐらいまでは。え、ちょっと待って。なんか後ろに持ってる。そうか、後ろにだってなんか持ってる。持ってる、持ってる。なんか持ってるか。いきますよ。ドゥルーン。じらすね。入ったの？じゃん。ペットちゃんと翔平さん、今回は絶滅危グッズ、観光地のペナントを探すガチンコ企画。笹栗町の玉屋でついに発見。いきますよ。ドゥルーッ。あっ、つやー、やったー。あっ、つやー、ペナント、久しぶり、本物生のペナント見た。ついに発見。笹栗四国とプリントされた観光地のペナント。四国のように霊場が88箇所ある笹栗町は昔から笹栗四国と呼ばれてるんだよ。このペナントも40年以上前のもの。何年ぶりだろう。触ってみます。わあ、なんか自分で作ったみたいな。何言ってるか分かんない。この辺もあのお土産屋が何軒かあったんですけど、はい、あの辞められたところのなんか在庫で、もううち辞めるからいらんけんって言って、20万ぐらいもらったんですよ。はい、で何枚かはこう売ってたん
ですけど、はい、最後の1枚になった時なんか資料として取っとこうかなと思って。わーさすが、手作り感が半端ないなと思って。どういうこと？この丸も丸に沿ってないじゃないですか。わかります？がめっちゃエモい。エモい出た。ペナントといえば壁に貼るものということで、特別に貼らせてもらったよ。ようやく発見した観光地のペナント、2人ともお疲れ様でした。観光地のペナント発見しました。どうだ